どうも、哲学徒です。今回は4年制編入が可能な通信制大学をご紹介していきたいと思います。私自身はですね、通信制大学を、4つ卒業して、そしてそれ以外にもね、全部で6つの通信制大学で学んできましたので、まあその中でね、かなりその簡単に卒業できる方法として、まあ4年制、編入制度っていうものがあるので、まあぜひね、この動画を参考にして大学選びを、行っていただけたらなと思います。4年制編入制度のある通信制大学として、今回はね、この7つの通信制大学を取り上げますけれども、特にですね、大手前大学や武蔵野大学、日本福祉大学については、私自身も実際に4年制編入の制度を利用して卒業したことがありますので、まあ、ぜひね、参考にしていただければと思います。でまずですね、4年制編入のメリットとデメリットについてなんですけども、4年制編入は基本的には、すでに短期大学や、通学制の大学とかね、まあ他の卒業、通信制大学でもいいんですけども、大学を卒業している人が、編入して、まあ最短1年で卒業ができるという制度なんですけども、まあ1年間でね、卒業できるメリットとしては、やっぱり、モチベーションの維持がしやすいっていう部分ですね。まあ1年間でね、また一つ新しい大学を卒業できるので、まあそういう意味で、まあモチベーションが維持しやすいだろうと。そしてもう一つ、やはりですね、学費が最小化できると。編入制度にはね、2年次の編入、3年次の編入ってものがあるんですけれども、やっぱり学費が1年分で済むっていう意味では、やはりね、いいんじゃないかなと思います。通信制大学は、まあ通信制とは言っても、まあ年間20万円ぐらい学費がかかることがほとんどなので、まあそういう部分の学費の最小化っていう意味でいいんじゃないかなと思います。そしてですね、もう一つ、認定単位の多さですね。認定単位が、まあ大体4年次だと90単位ぐらいが、まあ、認定される大学が多いんですけども、まあこういう認定単位の多さ。そしてですね、認定単位の中に、通信制大学の場合は、まあ30単位程度スクーリングの単位を取る必要があるっていう大学はほとんどなんですけども、まあ、4年次の場合は20単位程度認定してくれるような大学が多いので、まあこれもね、4年次編入を選択する、理由の一つになるかなと思います。ただしですね、4年次編入にもデメリットがあって、まあ入学時の認定単位数が少ないと負担が大きいっていう、まあデメリットがあるかなと思います。また、認定単位についてはですね、一括で、92単位を認定してくれるっていうような大学もあれば、成績証明書などを元に個別に単位を認定するっていう大学もあって、そういう個別認定の大学では、認定単位数がね、あまり多く認定されなくて、苦労するっていうことも多いので、その点も大学選びの参考にしていただければなと思います。そしてですね、4年次編入を選ぶと、まあ当然1年間で学習を得なければいけないので、まあ科目の選択の自由度が低くなったりとか、あるいは入学時にもう履修できる単位っていうものが決められているような大学もありますので、まあそういう点は、注意が必要かなと思います。4年次編入であえて、まあ2年間で卒業を目指すっていうのもおすすめの方法かなと思います。まあ基本的には、まあ自分が4年次に編入できる資格があれば、4年次編入っていうのはメリットしかないんですけれども、やっぱりその自分がもっとね、時間をかけてゆっくり勉強したいっていう場合には、3年次編入や2年次編入、またはね、1年次からの入学っていうことも検討する価値はあるかなと思います。そしてですね、まず、一つ目の大学として、大手前大学の通信教育部という取り上げたいと思います。学べる内容としては、まあ心理学の科目がやはり多いんですけども、まあ認定心理士の、資格が取れる大学になってます。そしてですね、私自身も、取得したんですけども、日本語教員資格の、取得コースなんかも設けられてますので、まあね、日本語教育、外国人の方に日本語を教えるっていうような仕事をしたいなと考えている方は、かなりおすすめかなと思います。最近だとですね、ズームやスカイプを使った、まあオンラインでね、
外国人の方に日本語を教えるっていうようなサービスも増えてきてますので、まあ在宅で何か、副業的な仕事をしたいっていう方には結構この日本語教員っていうのはお勧めできるんじゃないかなと思います。でですね、大手前大学の特色としては e ラーニングの学習っていうのがかなり充実していて、まあ e l キャンパスと呼ばれる、まあ、ウェブ上のねキャンパスで、まあ動画、主に動画教材を用いた講義だったりとか、あとねテキスト教材中心の、試験科目とかもあって、あの小テストに合格することで、まあ授業が進んでいくっていうような形の授業もあります。そしてですね、まあ大手前大学の非常にいい点としては、単位の認定試験っていうのがオンラインで受験できるので、まあ基本的にね、家にいながらにして勉強が完結すると。まあかなりね、動画の教材が多いので、まあそこはね、次にご紹介する武蔵野大学とまあ検討していただきたいところなんですけども、まあやっぱり動画で、講義が視聴できるので、かなりね、学習が挫折してしまう可能性っていうのは低くなるかなと思います。でですね、この大学の場合は、まあ、認定心理士とかスクリーンが必要な、資格もあるんですけども、そういう資格取得を目指さない場合は、まあ、基本的にはスクリーン不要で卒業できると。スクリーンの代替となるメディア授業科目という科目があるので、その科目をね、受講すれば、まあ、スクリーンに行かなくて卒業することができると。で、4年次編入の条件としては、大学3年生大学、短大の卒業者と。あと、専修学校、専門課程の卒業生で。そしてですね、大学を卒業してない方の場合は、90単位以上取得している場合は、4年次編入の資格があるということですね。で、4年次編入の時に何単位認定されるかということなんですけども、93単位が一括で認定されますので、まあね、これ、はかなりありがたいかなと思います。一括認定の大学っていうのは、やっぱり、なんていうのかな、入るまで、自分が卒業までにどれだけの単位を取らなければいけないのかっていうことを考えなくていいので、そういう点は優れてるかなと思います。そしてですね、卒業に必要な単位は32単位を、自由に選択することができるということなので、まあ必修科目とかね、そういうものがなく卒業できるっていうのはいいかなと思います。で、スクーリングはメディア授業でまあ大体可能ということになってて、学費なんですけども38万円とちょっとね、通信教育の大学としては高めなんですけども、まあ、在籍料2万4000円とか、同窓会費1万円、入学金2万円、年間授業料が32万6000円と含まれていて、まあ、年額はちょっと高めなんですけども、その代わり、規定の年限、まあ、4年次だったら4年次で、4年間の1年間で卒業できなかった場合は、年間5万円の学費で在籍を延長できますので、まあ2年間で勉強したい場合は43万円で卒業できるっていうような形になりますので、かなりね、その点は、最初に払う額に比べるとリーズナブルに勉強できるのかなと思います。私が受けてみた感覚としては、やっぱり動画教材とかね、が充実していたり、かなりその学習にを挫折させないような仕組みっていうのが整っているので、まあ38万円でもかなり、不安なく勉強できるという意味ではいいのかなと思います。そして次に武蔵野大学の通信教育学。こちらもまあ心理学、認定心理士も取れるし、あと社会福祉学や教育学、仏教学の、学科があるっていうのも特徴的かなと思います。まあ、仏教がね、学べる通信制大学には仏教大学とかもあるんですけども、まあね、かなり、仏教学、主に浄土宗の、まあ、大学ということなんで、まあ、せっかくなんでね、ぜひ仏教が勉強したいという方は仏教の科目も取ってみるといいかなと思います。で、こちらもオンライン学習の WBT というのが充実していて、まあ、オンライン試験で試験が受けられると。で、大手前大学との違いは、オンラインの試験っていうのが試験日自由で受けられるので、自分が学習が終わった瞬間に単位の認定試験をまあ受験して単位を取得するってことができるので、かなり自由度は高いかなと思います。大手前大学の場合は決められた土日とかにオンライン試験を受けるような形式になりますので、まあ、そこら辺の違いっていうのもあるかなと思います。で、ちょっとね、特徴として私は、心理学と、教育学部で、2回
武蔵野大学を卒業してるんですけども、レポートがね、比較的多いかなと思います。授業中の小レポートだったりとか、あと、単位に、定に必要なレポートなんかが出題されるので、結構ね、常にレポート1500字ぐらいを書いてるような状態だったので、まあ、レポートを書くのがね、得意っていう人はかなり武蔵野大学向いてるかなと思います。で、武蔵野大学はまあ、大手前大学に比べると、動画教材っていうのは、それほど多くないんですけども、テキスト学習がね、中心になりますので、まあ、普段職場とかね、移動時間なんかで、本を読む時間がたくさんあって、本を読むのが好きっていう人は、武蔵野大学の方が、まあ、向いてるかなっていう気がしますね。で、4年次編入の単位認定としては、92単位が認定されていて、うち20単位が、一括で認定されると。なので、おそらくなんですけども、編入した場合は、まあ、スクーリングに何科目か出る必要があるかなと思います。で、卒業に必要な単位は32単位で、履修科目がね、固定されてるっていうところが特徴かなと思います。4年次編入の場合は、基本的には自分で履修科目を選ぶというよりは、大学側から、まあ、例えば44単位とか、科目がね、一気に登録されて、そのうちから、まあ、自分に卒業に必要な32単位を選んで取得すると。まあ、当然44単位すべて取ってしまってもいいんですけれども、まあ、なかなかハードだと思いますので、まあ、なんていうのかな。自分の学習したい科目から、まあ、学習を進めていくっていうのができる。まあ、武蔵野大学の場合はね、3年次編入の場合は自分で、取得する単位っていうのを選ぶことができますので、4年次で、まあ、大学が決めてくれた科目の中から選ぶか、3年次で、まあ、自分の好きな科目を選ぶかっていうのはちょっと選択の余地があるかなと思います。そしてですね、スクーリングをネットの授業で代替する科目として、オンデマンド科目っていうものがあるんですけども、これも、基礎的なね、単位だけになりますので、まあ、例えば20単位で、10単位をスクーリングで選ぶ場合には、多分1科目か2科目は、スクーリングに行く必要があるかなと思います。まあ、東京だとね、三鷹市のキャンパスに行って受講するような形になるっていう感じですね。で、学費は、4年次編入の場合は23万円で、まあ、その中に入学金とか、もろもろが含まれていると。まあ、大手前大学に比べるとね、少し値段が安いんですけども、そうですね。やっぱり、どれだけ大学の学習っていうことに、まあ、なんていうか、得意下手っていうのも変ですけども、慣れてるかによって、まあ、ちょっと自信がないなっていう方は、大手前大学の方が、いいかもしれないし、自分でどんどんとこう、学習が進めていける、本を読んだりするのが、そんなに苦ではないっていう人は、武蔵野大学の方が向いてるかなと思います。両方ともね、認定心理士の資格は取れるので、まあ、候補にされる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね、ここら辺の違いを踏まえて選んでいただけたらなと思います。そして次にですね、福祉系の大学として、日本福祉系、福祉大学、通信教育部福祉経営学というのがあるんですけども、こちらは、社会福祉学。国家資格の社会保険福祉士や精神保健福祉士が取得できて、さらにですね、経営学にも軸足を置いていますので、まあ、経営についての勉強ができるというところが特徴になりますね。で、特色としてオンライン学習、オンライン試験の、仕組みになっていて、オンライン学習はね、まあ、主にテキスト学習が中心の、もので、その中の小テストみたいのをオンラインで受けていくになりますね。で、単位認定試験はオンラインで決められた、日程の中で受けるっていうような形になっています。で、資格試験、このね、社会福祉士、精神保健福祉士を目指さない場合は、スクーリングをに、参加しないで卒業ができるようになってますので、まあね、家から出ずに卒業資格を得たいっていう方は、いいんじゃないかなと思います。4年次編入の条件としては、まあ大学3年生短大の卒業者、専修学校専門課程卒業、92単位以上の、取得しているまあ学生と、まあ、中退する場合は、まあ、92単位以上取ってる人だったら4年生が使えるって感じですね。で、4年次編入の、認定単位としては92単位、うちスクーリング20単位が一括で認定されるという形になってます。
で、卒業に必要な単位は32単位で、これ自由選択となってますけど、実際はその、ある程度決まった範囲の中の科目から、まあ、取得すると。で、まあ、やっぱり資格取得を目指す人が多いと思いますので、まあ、自分のね、取得したい資格に合わせて取得すると。でですね、社会福祉士、精神保健福祉士を取得する場合は、4年次編入であっても、2年間在籍する必要がどうしてもね、出てきてしまいますので、まあ、実習とかの関係上ね、2年間は在籍する必要があるってことは覚えておいた方がいいかなと思います。で、さらにですね、この大学の特色としては、資格による単位認定制度っていうのがあって、この92単位の一括認定に加えて、資格でね、英検とか、情報処理技術者試験とか、そういう資格を持っていると、さらに単位が認定されますので、そういう制度も利用すると、ものすごくね、卒業の負荷が低くなるかなと思います。で、学費に関しては25万円、入学選考料とか諸々を含めて25万円で卒業ができますので、まあ、かなりね、値段としては安くなってくるかなと思います。まあ、日本福祉大学に関してはね、まあ、福祉系での転職を目指す方なんかにもかなりお勧めできるんじゃないかなと思います。そしてもう一つですね、福祉系の大学、通信制大学で有名なのが東京福祉大学の通信課程と。こちらはまあ福祉に加えて、保育やまあ教育学、心理学なんかにも重点を置いてて、やっぱりですね、日本福祉大学と比べて保育士の資格が取れるっていうのは大きいかなと思います。で、こちらの大学の場合は4年次編入する場合にかなり、厳しい条件があって、保育児童学科に関しては、保育士養成施設として指定を受けた4年生大学、3年生短期大学、専門学校卒業見込みの方っていう方なんで、かなりね、4年次に編入できる方は絞られてくるかなと思います。そして、社会福祉学科の場合も、社会福祉士して、科目を履修できる4年生大学、3年生大学を卒業見込みの人っていうことなんで、かなりね、絞られてくるかなと思います。もうすでに一つ福祉系の資格を取ってて、もう一つの福祉の資格を取りたいとか、あるいは保育士の資格を、取りたいっていう方向けの、まあ、大学かなっていう感じになってきますね。やっぱ保育士が取れるっていうのは大きいのかもしれませんね。で、4年次編入の認定単位は96単位を上限に個別に認定ということになっているので、ご自身が提出した成績証明書によって、まあ、認定される単位っていうのが変わってくると。で、卒業に必要な単位は、まあ、合計124単位なので、まあ、ご自身がね、認定される単位が多ければ、かなり楽になるし、まあ、少ないとね、ちょっと大変になるかなっていう感じですね。で、学費はですね、約22万円と、まあ、日本福祉大学に比べて少し安くなるんですけども、まあ、入学選考料1万円、入学金5万円で、基本授業料がこれぐらいの額になるので、そうですね、結構、まあ、ちょっと悩みどころではあるんですけども、まあ、この単位認定が個別認定っていうところと、あと、まあ、オンラインの、仕組みっていうものがないっていうところで、まあ、どちらを選ぶかっていう感じになってくるかなと思います。で、次にですね、八島学園大学の生涯学生学習学部と。こちらはまあ生涯学習に重きを置いていて、まあ図書館学なんかにも力を入れている大学と。で、図書館司書資格や、あとね、学校図書館司書っていう、まあ教員免許を持っている人が、学校のね、学校図書館の、教員の資格っていうのも目指すことができると。大学3年生短大の卒業者や、あと、専修学校の3年以上在籍した方で、74単位以上を取得している学生が対象と。で、4年次編入の単位認定としては、90単位を上限に個別認定ということになりますので、こちらもね、成績証明書によって何単位、認定されるかが変わってくるという形になりますね。で、卒業に必要な単位数は34単位以上の取得で、学費は、約33万円と。入学選考料1万円で、入学金が2万円。授業料が、科目ごとの重量制授業料ということになっていて、まあ私はね、これ34単位っていうのを目安に学費を計算してみたんですけども、まあスクーリング科目、在学科目によってちょっと値段が変わってくると。で、28万円で、まあ学籍管理料が1万2000円で、基本的には教材は自分で、購入すると。このまあテキストの
値段が入ってるかどうかもちょっと変わってくるので、かなりね注意が必要になってくるかなと思います。でですね、まあやはりですね、こちらはまあオンライン教育が充実してるんですけども、まあそうですね、図書館系の図書館司書って意外とその取得するのがね、まずね、図書館講習っていう講習会を受けに行くっていう方法と、まあ図書館司書課程を出るっていう方法があるんですけども、私も実際に図書館司書、学校、図書館司書教諭っていうのを、まあ文学部時代にね、取得してるんですけども、まあ、意外とね、この資格課程を設けてない文学部とかも多いので、私の場合はね、近くにある教育大学に、まあ、科目履修生で取りに行ったりとかしていたので、まあ、そういう意味で、まあ、図書館司書を目指している方なんかには結構お勧めできる大学なんじゃないかなと思います。で、次にですね、あまり知られてない大学として、産業能率大学の通信教育課程の、4年次編入っていう制度があります。学べる内容としてはね、経営学や心理学がまあ強い大学なんですけども、かなりですね、スクーリングが充実していて、日常のですね、なんていうんですかね、週末のスクーリングもあるんですけども、仕事が終わった後にね、受けられるような平日のスクーリングなんかもたくさん開講されてますので、まあ自由が丘のキャンパスに近い方なんかは、選択の候補になってくるかなと思います。で、4年次編入の条件としては、経済学関係の経済学とか経営学関連の学部を卒業している方が、まあ、4年次編入を受けることができるということで、あまりね、一般的にはこう知られてないので、基本的に4年次編入してみたいなと思っている人は、まあ自分の、出た、学部っていうのがその要件に見合ってるかどうかっていうのを、まあ問い合わせてみる必要があるかなと思います。かなりまあ手厚くやってくれる大学なので、問い合わせをすればしっかりと答えてくれるかなと思います。で、学費は26万円で、まあ、まずその専攻料が1万円、編入料が2万円、入学金が3万円で、年間の授業料が20万円と、26万円でまあ卒業が目指せると。まあ、経営学関連をね、ちょっと勉強したい方で、もうすでに、まあ、経済学部を出てるとか、そういう方にとっては結構いいんじゃないかなと思います。そしてですね、次に、星槎大学の通信教育課程、共生科学部ということで、まあ、湘南にね、キャンパスがある大学なんですけども、こちらは、教育福祉、環境、国際関係といった、まあ、共生、私たちが共に生きるってことをキーワードにしたような科目が多く配置されていると。で、こちらの特色としてはね、通信制大学にも、まあ、在学の上限年数っていうのがあるんですけども、こちらの大学の場合は、その上限がなくて、比較的にですね、出願の時期の自由度が高いっていうところも特徴かなと思います。まあ、4月だったり10月に、まあ、入試をするところが多いわけなんですけども、まあ、この大学は比較的に、年中、出願ができるので、そういう意味では自由度が高いかなと思います。4年次編入の条件としては、まあ、こちらね、共生科学専攻っていう科目、専攻だけなんですけども、まあ、4年生大学を卒業しているか、3年生の短期大学を卒業している。またはその、大学で92単位以上を取得している学生が対象になると。で、単位認定の方法は92単位、うちスクーリングは22単位一括で認定されるという、形になっていて、卒業に必要な単位は32単位、スクーリング8単位ということになってるんですけども、このね、共生科学部の特徴として、共生科学に関する科目を必修で19単位取得しなければいけないので、まあそこら辺はね、どの科目を取らなきゃいけないのかっていうのをちょっとあらかじめ見ておくと、まあ参考になるかなと思います。で、学費は24万円で、まあ登録料3000円、編入料3万円、入学金1万円、授業料12万円プラススクーリング8万円、教材費別という形になってますので、まあそうですね、かなり、4年生の中では、幅広く勉強できて、で、まあ、値段も安めになってくるかなと思います。今回ね、7つの、通信制大学を、紹介してきたんですけども、すでにね、いくつか通信制大学の紹介の動画であったりとか、あとね、学び方についての、まあ、具体的な
動画なんかも上げてますので、まあ、ぜひね、そちらの動画も参考にしていただいて、通信制大学を選んでいただければなと思います。まあ、この動画が参考になりましたっていう方は、ぜひね、チャンネル登録や高評価の方もお願いします。まあ、わからない部分なんかありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでいただければ、今後にね、動画で取り上げていただきたいと思います。どうもありがとうございました。哲学とでした。